こんばんは。えひひ。こんばんは、おつみほ。ハクがいます。こんばんは。もう寒くてパーカーを着て着れちゃう季節になりましたね。もう裏起毛のパーカーを着てるよ。やっほーみんな。今日駒澤大学の学園祭来てくれた方ありがとうございました。めっちゃ大学って広いからステージも広くて客席も広くてちょっと全体を見渡せたかわからないんですけど、楽しんでいただけたかな。インスタ見てます、ありがとう。インスタも X もいっぱい、 TikTok も更新していっぱい、なんかみんなも見るもの増えちゃってると思うんですけど、動画で見たけどとっても可愛かった。ありがとう。大地さんキノコありがとう。ヤスさんハートありがとう。ありがとうね。ステージも広くて、そう、しかも白黒パンダの衣装だったんですね今日は。なんか髪型もこれなんですけど、すごいね。これ今日はお母さんにしてもらったんですけど、髪の毛をとっても崩れず綺麗なまま。ゆうちゃんハートありがとう。おつみほー、やっほー、学園祭ありがとう。みんなあのみんなの、いやなんか学生さんとかは私たちのこと知らないだろうからめっちゃ不安だったんですけど、初の学園祭だけど皆さんがいてくれたおかげで安心感もあり、そうすごく楽しめました。武蔵大学さんの方は学生さんのみしか入れないからすごくドキ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 、ステージ出るまでみんなもう大丈夫かなんか10人ぐらいしかいないんじゃないかなとか言ってたんですけど、全然そんなことなくて結構来てくれてて、学生さんだけだったんですけど、なんか掛け声とかなんかコールっぽい、コールっぽいものも聞こえてきてすごく楽しかった。あの武蔵大学さんの方は駒澤さんより1曲少ない2曲だけだったんですけど、どっちもね3曲と2曲っていうちょっと短めなライブではあったんですけど、めっちゃ楽しかったですね。武蔵大学さんの方とかでは名前呼んでくれた方が多分いて、みほりみたいな、いちかとかだから、え、名前を調べてくれたのかなみたいな思って嬉しい、嬉しかったですね。パンダミックスは採用されますか、え、どっちなのって一緒に言ってくれてましたよね皆さん。他の部分もちょっとみんなの動画を見返さないと、ちょっとはっきりもうステージ上の記憶ってあんまりいつもないんですよね意外と。なのであれですけど、え、いいんじゃないですか皆さん。学生じゃなくてすいません、全然楽しんでたのが見えましたよ目の前で。ミオルンお疲れありがとう。学祭で食べられました。あのインスタのストーリーにもチラッと載せてたけど、あれは何を食べていたかというと、アサイーボールがあったんです。アサイーボールと唐揚げをハナナとアナちゃんと分けて食べたんですね。唐揚げめっちゃ美味しかったんだよね。なんかカリカリで、なんか出番の前に買ったんですけど、出番終わって食べたんだけど、唐揚げ冷めてもめっちゃカリカリで美味しかった。普通にレシピ教えてほしいぐらいの結構美味しくて、そう、やっぱ学園祭楽しみたいからさ、なんかどうにかお店とか行っていいですかって言って行かしてもらって、めっちゃね学園祭のスタッフさんとかが一緒についてきてくれて、そう、なんか5、6人ぐらい一緒についてきてくださって、なんか道とか案内してくれたり、そう、なんかね見守ってくれてて優しかったです。が大学生さんなのに、なんかステージ裏とかでも大学生さんが、あの実行委員とかの方かながやってて、もう普通にいつものライブのスタッフさんっていうぐらい安心感あって、全然めちゃくちゃ安心感のあるライブでした。裏側もそうなんだ。豚汁のお姉さんスルーされたって泣いてた。豚汁食べたいって言ってたけどね、花たちと。でもライブ前じゃないよなとか言って唐揚げは楽しくじゃんけんとかをして、なんか安くお得に買えたんですけど、アサイーボールの方々もすごい、蜂蜜かけますかとか多めにかけますかとか言ってくださったりして楽しかったですね。アサイーボールがまさかそのなんか出店とか屋台とかにあると思わず、え、あるんだって食べちゃった。そう、午前中アサイしか食べてなかったから
なんかモデルの気持ちだったね。ナポさんキノコありがとう。高藤さんハートありがとう。皆さんも楽しめたかな、ライブ以外の学園祭の部分も。大学の学園祭はさ、なんかちっちゃい子からすごい他の大学の方から大人の方まで結構幅広くいるからさ、なんかこんなオープンな感じなんだねと思って。そう、いろんな方が、ベビカスめっちゃうまかった。ベビカスリータンも食べてた気がする。そうだ、なんかもらいたいなと、もら、あ、なんかあげるよって言ってたのになんかもらうの忘れてた、そういえば。あ、ハクが今日ひっそりと言いましたが、やっぱり可愛いなって。ありがとう、嬉しい。ひっそりと見てくれてたの。リーさんハートありがとう。リガディーさんありがとう、文化祭お疲れ様、ありがとう。初駒沢だった。私も駒沢さん初めてでしたね。私もね、高校生の時まではさ、福岡いたからさ、途中までは。だから私もが大学の学園祭遊びに行くのは行ったことあんの。福岡の方だったらわかるかな、福岡大学とか西南学院大学とかその辺の学園祭は誰でも入れたから行った記憶がある。東京の大学の学園祭初めて行きましたけど、今日ハクがあっち行っちゃった。ハクおいで。大学の学園祭初めて行ったね、楽しいですね。なんか普通にお祭りなんかそのさ、なんか高校の時とかさ、文化祭って感じのなんか可愛い感じじゃん。けど学園祭すごいなんか盛り上がって、本当のお祭りみたいな気持ちで楽しかった。うんうん、ジトクさんクマありがとう。あと今日はメイクがうまくいったので、なんか今日、今も美女いいもん、なんかめっちゃいい感じ。今日まつげを頑張ってみたんですよ。なんかメイクをちょっと束感を作ってってむずいと思うんですけど、なんか見る側としてはあんまり変わった感じしないと思うんですけど、だからちょっといい感じで盛れまして。あと今日もカラコンをつけてみました。あのジャケ写撮影の時もつけてたんですけど、なんかいい感じ。アイシャドウもちょっと丁寧に塗りました今日。丁寧に美女爆発やったね。呼び込みの人数確かにね。でも私たちはなんか実行委員の方が一緒についてきてくれてたから、呼び込みの方とかもなんかそんなになく、すごいよね、みんなコミュ力高いなと思いましたね。ね、規模でかくて、そうすごい楽しかったね。駒台のお姉さん、マイファブ入れそうな美女で特典会の気分でした。可愛い方いっぱいいたよね、確かに。なんかそう、運営側の方もなんか私たちが衣装とかで、そう 裏で結構あの動線とか道案内してくれるスタッフさんがいたんですけど、着替えて出てきたら、可愛いですって言ってくれて、そんなありがとうございますってなって、あのお姉さんも可愛いんですけどって思いながら、すごいね。リハーサルとかも駒沢大学さんも武蔵大学さんも違う日にやらせていただいたんですよね、実は。そう、違う日にも行ってて、その時リハーサルの時とかもめっちゃ皆さん丁寧で優しくて、すごいね、運営さんに助けられましたね。楽しかった。でももう次にみんなと会える予定がめっちゃなくないみたいな思って、2週間以上ぐらい会えないですよね。よくね、そう、あのカレンダーを見てびっくりしたんですよ。あれ、この1週間も次の1週間もその次の1週間も会う日なくねみたいな、なんか寂しいですね。表も裏も貴重な体験、本当にめちゃくちゃ楽しかったし、大学に潜入できたし、あの大学潜入して TikTok 撮ったので、あの載せますね、またすごいよ。あの、あ、授業受けるのかなここでみたいなとこが控え室で
ワクワクした。大学行きたいなって思いました。タクトさんハートありがとう。あっくんハートありがとう。フォローしました、ありがとう。やばい、ハクが私の部屋から出たそうにしている。ハク出る？めっちゃ出たそうな顔してるわ。出るの？ハク楽しかった。なんか勉強は嫌だけど勉強は嫌だけど、こんなキラキラした学校に通うのいいなと思った。あ、ハクが、ああ、そういうこと。ハク、いいよ、これで釣ります。なんかそう、広い綺麗な校舎で勉強するってなったらやる気出るだろうなと思って。私中学生ぐらいまで勉強するの好きだったんですよ。なんかやればやるだけ結果が出るというか、やっぱ勉強したところがテストとかに出たらさ、うわこれきたきたとか思いながら書くのが楽しくてめっちゃ好きだったんですけど、まあ高校からはちょっとちょっと遊びほうけたのであれですけど、うわこんな素敵なとこで勉強できたらいいなと思って、すごい大学に行きたくなりました。ということで白を呼びたいと思います。おいでおいで、白ここです、おいで。なんでコントかいな。はい、おいでおいで、はい来たー。待てよ、よし、さつまいもあげましたね。両大学とも黒板に書いてくれてて、そう黒板だったの、それも可愛いよね。黒板にね、マイファブさんようこそみたいな感じで書いてくれてて、しかもどちらもすごかった。マイファブカラーの風船置いてくれてたり、マイハブのロゴ書いてくれてたりね。大学行きたい、勉強したいってちょっと今思うけど。おいちいね、ハクね、勉強したいって思うけど、行ったら多分勉強嫌だ最悪ってなるんだろうな、テスト期間だとかなるんだろうなと思いますけどはい、おいもまたこんな時間に芋をやげます。はい、おいで、はい、おいで、おいで、おいで、こっちコントあげんよ、はい、おいで、こん。うわ、確かに学食食べてみたかった。学食いいよな、学食見かけたわ。なんかすごかった、なんかさ、大学なのだからなのかわかんないんだけど、タッチパネル、なんかマックのさ、タッチパネルでオーダーするやつみたいな画面が学食にあったのを見かけて、駒沢さんだったかな、え、すんごっと思った。時代進みすぎじゃねみたいな。大学行くとしたら何学びたい？私やっぱり食べることが好きなので、こういうなんか食品のメーカーとかも学びたいから、経済とか経営とか商学部とかですかね。合ってるか分かんないけど、学部。よし、いい、かわいいかな。みんなは何を学んでましたか？大学とか、なんか専門とか何を勉強してました？皆さんのそういうの聞いたことないな。やはりオーナーにいて、ハクちゃんも食べ物にはそうだね人生やばい、それはずっとだね、うちら人生ずっと学んでんね、私たち。どうなの、私は結構その経済経営商学並びたかった。かよ、大学でオタ活について学ぶ、本当に本当に、どういうこと、具体的には。物理科学という難解すぎる、すごい、私物理マジできなさすぎて高校で諦めてる。なんなら物理基礎でもう諦めてるぐらいあった。いや、基礎まではギリぐらいか。すごい、心理学と社会福祉がすごい。心理学、友達でもあの習ってる選んでる子いて、なんか面白そうと思った。自分はなんかできる気しないけど面白そう。いいね、若い頃は法律、すんごい頭よ。心理学、あ、心理学仲間。オタクがいかに経済回してるかについて学んだじゃ経済なんだ、そうなんだ
ええー、やん。やばい、駒台のパンダくんとツーショット撮りながら男子か女子かもない。え、そうだよね。駒澤大学さんにさ、別に私たちのことは意識してないと思うんですけど、なんかパンダの顔に白塗りしてパンダの描いてて、のパンダの着ぐるみを着た人が真顔で立ってて、確かに女の子なのか男の子なのかもわからないし、声も発さないし、でもホットドッグみたいなあれをぶら下げて立ってた。マジ真顔でね、実行委員の人、え、パンダさん いるんですねみたいな言ったら、そうなんですよ、昨日からそこに立っててみたいな言ってて、女の子なのか男の子なのかも分からんかったね。確かにおもろいよなあー、動物の専門学校、あ、いいね。私も料理の言ってたからさ動物のあのあれだよね、水族館系もあるしさ、普通に動物、お土のと友達もう、そう、動物の、なんか動物の病院とかに勤めたいとかいう子だったりとか言ってたなパンダが立ってたんですよ。なんかパンダに反応しちゃうね、やっぱ最近。なんかパンダのなんかなんちゃなんかをつけてる人、武蔵大学さんでもいたりとかしたしなあ。あ、確かに白黒パンダ外部で披露するの初めてだったかも。そうだね、初めて。そうだね、ファンの方以外の方も含めて。確かに定期公演以来だから、すごい貴重な楽しかったな。また早くステージ出たいですけど、来る箱出たいけど、一旦ライブがないね、今週も来週も。ピエン、レグルスさんお菓子ありがとう、ナベネコフィロリさんバラありがとう、 D さんハートありがとう、ありがちょん、あくんもハートありがとう初めて直接聞けて楽しかった。あー、よかった。なんかみんながまだ聞くの2回目なのにコールっぽいのをしてくれてて嬉しいなと思ったね。みんなこれ考えてくれたのと思って、ぐっ近まえた。匂わせる予定ないんだよね、本当に聞いてないんだよね。だって25日だっけのジャパンアイドルスーパーライブはもう出たしね、情報25までないよね。え、あると嬉しい。結構なんか直前になってポンってなんか言われることもあるから、たまにもしかしたらあるかもしれないけど、いやまだ聞いてないなミノルンかわいい、ありがとう。うん、パコ白熊パンダじゃないでしょ、白黒パンダね白黒パンダ初めて生で見たけど想像以上に可愛い。うん、嬉しい。なんか曲も可愛いし振り付けも可愛いし衣装も可愛いからさ、もう可愛いよねなんか大学生さんがさ、私たちの衣装を着てるのを見かけて、あっちからなんか妖精さんがいっぱいいるみたいな聞こえてきて、妖精さんなんて言ってくれんの、うわっと思って。そう、妖精さんだって、え、あっという間に1周年ライブになりそう。本当にそうだよね、だって12月15日でしょ、もう1ヶ月ちょっとしかないよ、やばい。でも実はまだ瀬戸り知らないんですよ、わーい、早く準備しないとやばい。だからなんか口ずさむとかもないから心配はないけど今、ね、あ、そうだよね、白黒パンダ曲の長さはそう2分半ぐらいしかないから、他の曲のね、ほんと何分の1か分かんないけど、他の曲は結構フルでやると4分5分ぐらいいくやん、だからな、半分だったりすることもあるかな、曲ね短いの。 どこ見とんのあんたは花岡さん野球ボールありがとう、なんかいい感じの位置にいる。花岡さん眠そうな、
あ、画像見たら白ブーツの靴紐まで。そう、そう、今靴が2パターンあって、実はそう、多分足元まで写ってる写真がそうそうないからあれだと思うんですけど、今日の履いてた靴は初めて履きました、今日。そういえば皆さんの前ではまだ2回目だから、まあそうかって感じです。結構ヒールが高い靴なのでね、まあそのステージごとによって靴変えようかみたいな感じだけど、そうなの、白い靴だけど種類が実はあって、今日は靴ひもありバージョンの靴でしたね。ピンクと緑で分かれてて、1周年って夜だけなのから昼はファンイブ、あ、昼間開けてた方がいいですね。そのうち美穂田中の緑衣装も拝みます。それ言ってた、メンバー内でもなんか衣装ピンクと緑の人たちで交換とかないかなとか言って、予定はないですが、ないですがやりたいねとは言ってた緑もね、私緑好きだからね、いいと思うしね普通に。伊布直樹さん、かわいい、ありがとう。まあナイスに合わせ、うん、12月15日は昼も夜も開けてた方がいいねっていうことは、まあ前乗りした方がいい人もいるかもしれないし、夜まであるってことは次の日の予定ももしかしたら開けれるなら開けといた方がいいのかもしれないっていうのもあるよね。それかまあどっちかしか行けないっていうんだったら、まあね、時間合わせて開けておいた方がいいかもしれないっていうのお願いだね。12月15日ね、12月15日埋めたいからね、初めての会場ではありますし、しかもいつもやっている会場のキャパよりちょっと広いところなので、埋まったら嬉しいなと思うんですが、今回きっかけでライブ来てくれる人いるとね、いたらいいですけどね、どうなのかな。これ今日で前幅を知ってくれた方が何人いて、興味を持ってくれた方が何人いるのか分からんけどね、来てほしいね。ワン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 。冬バージョンで白と黒の衣装で白黒パンダ白と黒でも絶対可愛いよね、なんかモコモコのとかでもね、うん、匂わせじゃなくてもはや匂い。でも12月15日開けておいてって言ってるしね、だからまあまあまあね、みんなね、一日中私たちと過ごそうよ。花岡さん、ハンドありがとう。だって今何時？あと1時間半で川又アンナ生誕祭だね。ワクワクドキドキだね。でも明日アンナちゃんと会える予定ないのよ、悲しいわ。今日会えたからまだいいけど、21歳最後のアンナに会えましたけど、アンナもうちと同じ22歳になるで楽しみ。もう大丈夫、ゲホゲホ、あ、逃げるのか君は。逃げます。周年婚絶対眠めましょうね、頑張ろう、宣伝も頑張って頑張りますよ。どこ向いているワン、頑張ろ、ワン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 。前向いとう。22歳のアンミホ見れるとは思わなかった。ありがとう。本当だよね。私も見せれると思っていなかったですよ。本当に。ね、よかった。去年の誕生日一緒に過ごせなかったけど、今年は過ごせましたからね、皆さん。でアンナちゃんは、一応毎年過ごせてることになるんですねそうなんですね、よかったね、今年も過ごせて。つくねたん、ハートありがとう野生のアンナちゃん見れたので5歳若返り、マイホ、野生なんか生えてた、野生に。こんばんは、ヤッホー。ハクン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 、抱っこしよう。ハ
クくんは白白ん白白ワンダやばいそうだお明日から27日まであるーちゃん含めて22歳3人組それな同い年うんルカちゃんもね11月誕生日だからねもうアンナちゃんにはタンプレを買ったんですけどルカちゃんもねもうすぐだからねうんどうしようかなワクワクって感じ人のプレゼント選ぶ時間楽しいでも何買ったらいいか分かんないんだけどいつも楽しいハグチか楽しいんだよなぁ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 眠くなってきたね早いねね今日日曜日なんですね皆さん明日からお仕事とかですか私も明日は一応お仕事もあるんですけど皆さんほどそんな朝から早くからとかじゃないのであれですけどラブネコピロリさんお菓子ありがとうあ明日休みだってあって言ったからびっくりしたね明日休みなのかいみんなじゃあみんなの方がいいやないかーい休みかやばもう全然祝日とか土日とかのあれがなかったわ振り返って何すご3連休なんかよかったね休みの人よかったねさっき着いたのに6時半起き偉いねちゃんとお風呂入ってゆっくりして寝てね頑張って偉いねみんなねハクねハクくんなんて毎日わあ毎日寝ているだけですまあ寝ているだけでいいんですけど可愛いからいいんですけどねハクくん寝ているだけですね可愛い明日も学生気分なのそうなの日曜日が祝日だから月曜日が振り返休日そういうことなんだ新曲頭の中ずっと流れてます嬉しい毎日呪文かのようにみんなに白黒パンダの TikTok を流したりいろんなねポストとかでも白黒パンダ衣装を載せてるからね花お子さんだるまありがとう秘宝ですが今年最後の3連休みんなお疲れ頑張ってるねお疲れお疲れ偉いねじゃあ楽しんでねそのこの3連休私もさ私はインスタとかに旅行とか食べ物とかカメラの写真をいっぱい載せようかなと思ってるんですけどそうで昨日はね北海道旅行の写真を載せたんですけどまた旅行行きたいなと思いましたね写真振り返るとめっちゃまたうわ旅行行きたいってなってそう行きたーいなみんなもインスタ見てくれてますかなんかインスタは結構プライベートとか旅行の写真とかちょっと映え頑張りたい映えっていうかだけどなんか一緒に旅行したかのような思い出に残るような写真をねいっぱいね載していこうかなと思ってるんですけど小樽もそう小樽も行ったよこの時小樽とあそっか小樽運河の写真だねこれ2枚目そうだそうだこの時北海道旅行札幌と小樽となんか3泊ぐらいしたかな友達とこれはまた私のいつも旅行にめっちゃ行ってる友達で大好きな幼稚園から一緒の友達なんだけどこの前話した友達とはまた別なんですけどそうなのその子もねカメラ撮るの上手でで私のおもろガールの友達もカメラ撮るの上手でなんか私さ早くさこのインスタのさこの画面をあちょ明るこの画面をさ早く埋めたいからさまだ2個しかないからさ明日も投稿しちゃおうかなって思ってるんだけどどう見てくれるみんなでも結構いいねとかコメントも見てるんですけど可愛いみんな優しいコメントがいっぱいで嬉しい
おもるガールじゃないガール、そうこの子もおもるガールなんだけど、そうやばい、ハクがドアの目の前に立ってる。私の部屋でドア閉めてて、ハクをこの部屋に監禁してるんだけど、ハクがめっちゃドアの目の前で切なそうに見てる。多分この部屋を出てママに会いに行きたいんだっていう意思表示だね。オーディションで推薦コメントしてた、あーその子でもないんですが、愛子ちゃんね懐かしいっしょ。愛子も仲良くしてくれてます。まだみんなね、愛子ちゃんも幼稚園から一緒ですけど。そっか、渋谷で MV 見て侍でんラーメン食うから何どういうことどういうこと。だから早くこのねインスタのこの画面埋めていきたいから、私の系統としましては若干カラフルな感じでちょっと旅行とかカメラとかのエモ写真をいっぱい載せていけたらなと思ってる。パンダの人だ、パンパカパンパカパンパンパンダ、パンパカパンパンパンダ、あんたでいっぱい、あんたはパンパンダ。うん、D さんハートめっちゃくれるやん、ありがちょう D たん。あとみほんパンパカパンパンパンナパンパカパンパン、そうだよインスタやってるの、そうなの、昨日から始まったの、ウキウキ。私ここに固定したっけコメント、あインスタグラム始めました、この URL から。それかはあのアットマークアンダーバー田中アンダーバー美穂で検索すると出てきます、インスタ。あとちょっとで400人フォロワー、嬉しい。500いって600いって700800100いって1万人フォロワーいきたいから頑張りますまだまだですけど、あのインスタもハッシュタグつけた方がいいのか分かんなくて一旦つけてみてないんですけど、つけた方がいいのかな分かんないんですけど、最近のインスタってどういう、みんな若者あのみんなどうやってつ使う、わかんないんだけど、あテロップ入れるの忘れてたねインスタグラム始めました、入れとくわテロップ今頃おちょうど文字数ぎ、あ待ってみほの O が入ってない始めたよにしよう、入ってなかった、ちょうどとか言ってたら始めた始めた、そうだよね、まだ始まったの知らない方もいるよね。あちょうどインスタグラム始めてよ、インスタグラムは比較的写真が主なんでね、そうだよね、ちょっとやっぱおしゃれな感じでね、でも私なんかナチュラルインスタを目指して目指してって目指してる時点ナチュラルじゃないかけど、そうインスタ頑張っていくよ結構あれかな、衣装の写真とかなんかライブありがとうとかの写真は X に多めに載せると思うんだけど、インスタはいろんなちょっとプライベートでここ行ったよとかこれ美味しかったよとかを載せよっかなとか思ったりしてる、どうって感じ。食べ物とか旅行とか事務所と DM できるってことやばいんだけど確かにね、事務所管理でしたからねそう皆さんと直接 DM できないんですけど、全然あのストーリーにハートしてくれたりしてるの見てるし、コメントしてくれてるのも見てるんで、あの投稿みんな待ってるよ。ん？これ美味しかった情報助かる、よかった、おすすめのお店とかあったら載せるわ。だからストーリーっていう機能がすごい好きなんだよね、もうストーリー大好きだから。私ストーリーってなんか本当に24時間で消えるから、もう重い気持ち持たずも軽い気持ちで載せれるじゃん、なんでも。そういうところにもね、これ美味しかったよとか載せたいね。今日も食べ物載してるけど。TikTok に X にインスタと大変、全然大変じゃないよ。全然。むしろ楽しいコンテンツが増えて。楽しいよ。前もとかまではモバイルメールとかもありましたもんね。今ないからあれですけど。私ね、結構なんか人にこれしたよとか、これおすすめだよとか言うのね、なんか
好きなんですよね、喋るの今日これやったよとか、何して過ごしてたよとか好きだから言うの。だからすごい楽しいですよ。ストーリーへのメッセージも書いてたけど、あれ事務所さんに送ってたのかはず。いや違う違う、見れるんだけど見れるけど返せないけどストーリー反応してるの見てるよありがとう。今今みほりんインスタフォローした、ありがとう。通知来るよみんなフォローしてくれたの通知来た、みんなありがとう。あ、マイホームでインスタ持ちは全員インスタ始まりました。ちなみに全員フォローしてください。私のフォロー欄にマイハブ公式アカウント含め全員あるので。もうルカちゃんがトップガンも変えててめっちゃインスタグラマーなんですけど、私もトップガンなんかおしゃれなの撮れたら変えようかなと思ってるんです。まだアーシャなんですけど、アーシャも別に可愛いからさ、別にそんなにめっちゃ変えたいとかないけどね、なんかおしゃれな画像撮れたら変えよう。ふふストーリー限定の自撮りも大好き、ありがとう。結構ね、だ TikTok のねストーリーにね自撮り上げてたもんね。自撮りいっぱい載せよう三つ編みツインが定着してます、嬉しい、よかった。さ、なんかさ髪伸びた気がする、なんかここの部分が長くなった気がする。今日は自分でウェーブ巻きにした後、母が編みしてくれた。わーいあとまつげを束感にした。とってもまつげがいっぱい生きている取れたておじさん風船ありがとう。目綺麗アップ欲しい。お、やった、目綺麗ですか。ちょっと ライトで照らそう。じゃん、目漏れてるよね、なんか。目力がすごい今日ありますね。なんかあのピンクブラウンみたいなアイシャドウでちょっとキラキラを今日はやっぱライブなのでのせて、ええよな。ふふイエイ。私意外とが絶対許さないからねとか言わないですけど、なんか今脳に流れてきたこの曲、全然いいですけど言って。部屋が全体的に茶な感じ。これピンクなんだけどソファーは。クマが茶色だからね。ラッコも茶色だからね。茶色だね。今日のおめめマジでキラキラね。すごいよね。すごいキラキラちゃんです。あ、ちょっとアホ毛がもうボッサボサになってきたが。ね、キラキラちゃんなんです。今日本当になんか。アイメイクめっちゃ漏れてる。もう肌もなんかいい感じだけどちょっと乾燥肌いい感じなんだよね。ドルルーン。でもコンタクトがもう一日の終わりはね、乾いて乾いてもう目がパキパキちゃんです。吐く外に出たいね。もう行っちゃないままゆっくり開けて、吐くがママのとこに行きます。バイバイ。キラキラチューン。令和を生きるスーパーマイン。キラ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 うちら。今日アンレイムさんのね、あ、これアンレイムさんの曲なんですけど、アンレイムさんもね、どっちものイベントもアンレイムさんと一緒に出させていただいてね、同じ事務所なんですよね実は。で、私実はアンレイムさんってアウトオブ48っていうオーディション番組からなってるんですけど、それ見てて、私もアイドル卒業した時だったっけな、どうだったっけな、でも見ててスワンレイムさんの、その時に私結構序盤ぐらいから鈴鹿さん推しだったんですよ。受かる前からね、この子絶対受かる、だってスタイルいいし歌うまいしダンスもでき、絶対受かるよこの子って思ってたら、本当に合格して鈴鹿さん、スワートオブ48見てたのだから、あの今私たちのプロデューサーさんも一宮さんなんですけど、一宮さんもテレビで見てた方だから一宮さんだって最初なって、私前ほぼある時、本物の一宮さんだってなって、そう
今となってはもうすごく何度もお会いしているので、まあ現場にもたくさん来てくださるので会ってるんですけど、そう、鈴川さん推しだったから私見る目あるのかもしれない。私結構オーディション番組とかで見てて、序盤とかに見つけた、え、この人光ってんなみたいな思った人受かりますもんねまあでも本当に光ってるから受かるんだと思うんだけどそう、鈴川さんよかったです。写真撮れたんです今日、また載せますね、タイミングで。嬉しいねね、鈴鹿さんビジュアル、え、そうなの、マジビジュ、なんかさ韓国アイドルみたいなさ、本当にオーラがあんのね、鈴鹿さんマジ可愛い前髪ちゃん地上的リフレインなんだって何何マジ可愛かった、本当にね、スタイルもマジでマジ素晴らしすぎて、本当に可愛かった、喋った、だから私今日めっちゃオタク出た、今日ツーショット撮った時にさんに、あのアウトオブフォーティエイトの時から見てて推しメンだったんですよとか言って、なんかグヘヘって感じで、なんか申し訳ないもうよかった、喋れて。タロイド46さん、46さん風船ありがとう。ミオリンもそうなの、え、ありがとう、オーラ出てる、アハクが暴れ回ってる。今日ダンスもすごかった、そうだよね、かっこいいよね、なんかさマイハブとまた違った曲調、なんか音楽かっこいいですよね、なんかあのジャズっぽさじゃないけど、なんか楽器の音聞こえる音楽があったりとか、そのキラキラチューンはなんかちょっとなんか平成感がある、音楽にも平成な感じ、令和を生きるスーパーマインとかのギャルな感じ、そうなんだけど、なんか日本語の歌詞なのに英語に聞こえるかっこよさがあったりとかして、そうめっちゃいいよね。そう、アンレイムさんの、アンレイムさんとね結構ステージというか同じイベントに出させていただくことがね多いんですが、そう見てて本当に楽しい、なんかノリノリで乗れる感じの。荒ぶってるハクさんもキュンです、なんかママとおもちゃでうわーって遊んでる。ハク、うわー暴れまくって、すいません、うるさくて。デザインサードさん、お菓子ありがとう。てかなんか思ったらもう10時43分なんですね、びっくりびっくり、もうすぐ終わるかな、最初すごい走って、うわこけよるしね、もうすぐ終わろっかな、うん、あー、こっちのケントさんのファン、こっちのケントさんもね実は同じ事務所で、すごい、あのギリギリタンギリギリタン踊れギリギリタンもっと鳴らせ、めっちゃすごかった、それの曲だけ見れたの実は裏から。その前に一回はけちゃって、ちょっと衣装から着替えてとかやって、だからそう、その最後の曲だけ聞けて、そうね、ハクさん元気ね、可愛いけど元気ね、ハクのおもちゃが3個ぐらい散らばってる、ここに。こっちのケントさん皆さん知ってますか、結構このギリギリダンスギリギリダンス踊れがめちゃくちゃバズっててすごいんですけど、そうすごいよね、めっちゃなんかキラキラしてたキラキラしてた、しかもなんかファッションもすごい、なんかグリーンがテーマなのかな、こっちのケントさん、なんかグリーンを結構、髪の毛の色とかもだけど、ね、ダンサーいっぱい出てきた時みんなも出てくるかと思った確かにね、やべえ、あれはめっちゃ上手いからさ、ちょっとできない、ギリギリ踊れとかのキレッキレやん、アイソレがすごい、あの首のできんあートントントンツーツーツートントン、かっけーかっけー、みんなも楽しんだかな、ステージ、うわー、おもちゃがいっぱい来たよ、ハク、この時間でも遊んでやがるぜ、映したいもん、ハクを、いろいろ映りそうやから映せんけど
あ、ハクまた閉じ込められるよ。ハク？ハク？じゃこれ持っとこう。ここにハクのおもちゃボックス。白白ワンダが荒ぶってすいませんね。配信の最後に。ハク、おいで。おいで。こっちおいで。イエーイ。うわ。遊んでます。こいつ。はい、おもちゃで遊んでます。どうにかそのおもちゃを取り出したい。白選手、さあどうする。あーどうするの、それ取れるの君。いけるんですか。見えないですけど全然。いけるんですか。もうすぐ11時ですけど、白選手大丈夫なんですか。そんなこんなに暴れてて。すごい。あー頑張ってます。あー取った。うわーでかっ。キャワワだけど暴れますね。え、どうしたどうした、どうしたの、どうしたの、パコちゃん、どうした。あれ飽きた、飽きちゃった、向こう行っちゃった毛並みふわふわね、かわいいよなというわけで、ハクと遊んで寝るので、はい、もうすぐ終わりますね。ニホリのリップに目がいい。犬って散らかすけど片付けもしてほしい。めっちゃわかる。ママとかがもうおもちゃぐっちゃぐちゃに、もうリビングにもう吐くのおもちゃ多分10個くらいあるんですけど、一人で10個だからもう暴れまくって、ウィルがもう片付けもしたよねってママが言ってた。ちっちゃい子が散らかしたみたいな感じになってね。なんかうちちっちゃい子いないのに、なんか赤ちゃん1匹いるから、うん、元気な犬と共に今日は寝たいと思います。なんか差し入れで入浴剤もいただいたから、その入浴剤にゆったり入って寝ようと思います。それでは13位からランキング見ます。13位デサイスハートさん、12位タクトさん、11位レグルスさん、10位ミノルンさん、9位 D さん、8位なべねこピロリさん、7位竹まつるさん、6位エレメンツさん、5位あっくん、4位 F 直樹さん、3位やじうまさん、2位じとくさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございました。ではではでは、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。ライブ来てくれた皆さん、今日は来てくれ来れなかったけど、また今月会えるよっていう方は楽しみに待っていてください。ちょっと会えない時間が長いですけど頑張りましょう。ということでまたね、おやすみほー。インスタも TikTok も X もぜひチェックしてください。 TikTok あと50回見て寝よう。おやすみ。